皆さんこんにちは。今日科学技術館に遊びに来ました。知りたいことを教えてください。ギリのミュウです。すごいですね。オッケーです。部活動とか何やってたかなと思って。あ、部活動はサッカーですね。サッカー、中学校時代サッカー、高校は帰宅部でした。帰宅、そこまで言っていいんですね。そうでしたね。いや、でも散々遊んでました、高校時代は。なんか文化系のことは何一つせず。じゃあ文化系ですか。文化系、はい、文系のことですか。特にないですかね。あ、でも料理を食べるのは、作ってるの、なんかあの家庭科かなんかであったら、あって、それを食べるのが好きでした。食べることが。でもなんか最近あの、ジャグリングが得意だっていう話を聞いたんですけど。ああ、ジャグリングですか。はい、一応専用のボールがあるんですね。専用のボールがちゃんと、結構あれで軽くてもいけないし、重すぎてもダメだし、大きすぎてもダメなんで、はあ、ちょうどいい重さと、こう手に収まる感じになります。手に収まるのがいいんですね。あ、ちょっと今日実はボール持ってきてたんですけどね。あ、なんかね、やれたらいいと思いつつ、はい、それはじゃあやらない方向ですね。はい、3つが一番これが普通にやりやすいんですよね。へー、へー、あ、すごいすごい。で、これを、なん、ジャグラーズテニスって言うんでしょうか。なんかね、一つだけこう外を回すっていうのがあって、ほう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 、跳ねる、跳ねる、跳ねる、前にどんどん行っちゃうの。なっと何、これもうずっと撮ってる。あ、あの、実は撮ってるので大丈夫です。はい、ここから何もできないんですよ、僕は。なるほど、これがピョって本当はやるわけなんですね。あ、すごい。これ返して、これ、あー、ちくしょう、あと3回、あと3回。